ちなみに私優花が好きなスープはコンサイ汁です。優花の心からだ元気、略してここから元気。いや先ほど私の好きなスープはコンサイ汁と言いましたけれども、このコンサイ汁はあの志村健さんに教えていただいてすごく簡単なんです。コンサイ里芋とかごぼうとかそういうもの人参とか全部切って炒めて。 調味味料は味噌だけなんで,すでにんにくとクと生姜を丸ごと入れるっていうだけでもう十分美味しい出汁が出ているし油揚げを入れるとまた油っぽくなってとっても美味しいんです私はそこに七味をかけてで何日分も作っておいてまあ今日はそのまま食べて次の日はきりたんぽ入れてみようかな次の日はうどん入れてみようかなとか結構持つのでですねとってもいいですよこの寒い時期とってもいいですさあ